ジャンピングボムエンジェルスは全日本女子プロレスで活躍した盾野清と山崎一希によるタッグチームである。共に昭和56年組として入団した盾野と山崎のタッグチームとして結成。当初はフレッシュコンビというタッグ名であった。だが、両者は同期ではあったが入門直後の遠征班のチーム分けの際に中互いを起こし、 タッグを組んでからも試合以外でコミュニケーションを取ることはほとんどなかった。1986年1月に和は世界タッグ王座を獲得。3月には正式チーム名ジャンピングボムエンジェルスと命名され CBS ソニーから JB エンジェルス名義でレコードデビューも果たす。チーム名が示す通り空中散歩を武器にクラッシュギャルズのライバルチームとして1980年代。 後半の女子プロレスを盛り上げた。またクラッシュギャルズのように一方がボーイッシュといった編成ではなく、これほどのペアはかつてないと言われた美女同士のペアとして人気を得る。さらにアメリカの WWF にも参戦。未知の土地で二人だけで仕事をすることになった両者は、この時初めて腹を割って話し、意向良好な関係を築いた。WWF では、 日本マット界と縁が深いブリティッシュブルドックスやハーリーレースの手厚いサポートを受けメインエベンターにも抜擢。1988年1月の第1回ロイヤルランブルでは WWF 世界女子タッグ王座をダッシュ。WWF ではグラマーガールズと構想を展開した。また聖地マディソンスクエアガーデンのリングも経験している。しかしアメリカ遠征から帰国後、 体重アップによりパワーは増したものの、以前のビジっプリやシャープさは見られなくなり、人気も下降する。1989年5月14日、山崎の引退試合として、最後の JB 対決が取り行われ、これを最後に解散。その後、山崎はフリーのレスラーとして、ジャパン女子プロレスで現役復帰するも、 二人で交わすことないまま1991年をもってことぶき引退。この年には立野も一度引退した。一方、立野は翌年、LLPW で現役復帰。2008年には結婚後渡米していた山崎が帰国して、ランプ、松本自主工業、国悪地祭りにて二度と再結成されないと思われていた JB エンジルスを4試合限定で復活させる。 2010年10月10日、縦野が自主工業で引退。山崎はビデオレターでメッセージを送った。吉田剛しの最強、全女伝説 P114。吉田剛しの最強、全女伝説 P118。吉田剛しの最強、全女伝説 P119。吉田剛しの最強、全女伝説 P121。ありがとうございます。